こっちがハートちゃんだ。でもハートちゃんあれだね、休止入っちゃったね。なんか理由は知らないんですけども、なんか誰も知らないみたいだね。誰も知らないんだって。だからあんまり深くあれかもしれない。なんだろうね、神のみぞ知る。ほんまよ、運営さん知ってんのかな、それもわかんないな。ホロメンのお知らせ配信トラウマになりそう。で、祭りもあのお知らせ配信して、なんかめっちゃどうでもいいこと知らせるわ。うん、体重が3キロ増えましたみたいな。うん、そういう配信するわ。うん、燃える？最近はもう何やっても燃えるんだな、じゃあ。うん、心臓に悪いからやめて。わかった。でもまあなんかさ、たまにはっていうかさ、みんなあれ別に思うんだけどさ、ホロメンは休まなさすぎないよね、思わない？だってさ、あの他の、まあ他の事務所さんと比べるのは良くないかもしんないけどさ、あれよ、もうちょい休んでいいと思う。毎日配信とかしてるでしょ？ねえ、祭りが言えたことじゃないかもしんないけどさ、毎日配信って正直なんかちょっと感覚まひったぐらいで。でも祭りはね、割とちゃんと休むタイプですね。あの一時期は休んだら死ぬくらいに思ってたけど、最近はあの楽しくする、なんか活動を続けるために、長く活動を続けるために休むみたいなことをしている。うん、あとやりたくないことはしない。うわー！